ていうことで、まあ、チームとしてしっかりやろうという結果がこういう2得点という勝ちにつながったと思います。受けてから持ち込むまで非常に良かったと思います。あの狙いを教えてください。そうですね、まあ、やっぱり前に障害なのでちょっとコースを上げて狙おうと思ってたので、まあいい軌道を行ってもらって左足に感謝したいです。見事な左足でしたけれども、この後にゆりかごをしていましたが。そうですね、まあ、今日はみんなで、ね、あのある選手ソーダ君なんですけど、このまま生まれたんでゆりかごしようと思います。そうですね、やっぱり今試合に出てない人たちもみんな一丸となって戦っていると思うので、これからもっともっと力をつけて優勝目指し頑張っていきたいと思います。今日の後にまた強い試合に出ますが、足の方はつっただけですよね。はい、つっただけです。しっかりご飯食べて頑張ります。J1 リーグ戦の全試合を対象に、エキサイティングな決勝戦。